はい、お久しぶりでございます。というわけで質問コーナーやりたいと思います。イエーイ。で、この動画はね、あの質問募集でございます。この動画のコメント欄の中から僕が何件か選ばせていただきまして、それに対して質問を回答させていただきたいと思います。というわけで今日はこちらの晩梅塩飲みながら動画撮りたいと思います。お願いします。ちょっともうね、髪もねぺったんこなんですけどね。よし、 OK、 氷も入れた。うーい、ちょっと氷入れすぎたな。よし、やべ、氷がでかすぎる。ちょっと待って、やばいな。まあいっか。はい、乾杯。うん、うまい。いつぶりだっけ質問コーナー。結構前だよね。1、2ヶ月、もっと経ってるか。1月ぐらいだっけ。ちょっと忘れちゃった。というわけで今この動画の間にね、皆さんぜひコメント、あの質問書いてください。多分全部あのね回答できるか分かんないんですけれども、まあ、何件か選ばさせていただきます。どうですか皆さん。もうだって、ね、今何月、3月終わりだよ。もう3月終わっちゃう。もう4月だよ。新生活の人もいる。新生活頑張ってね。もう桜咲いてました。みんなのとこ桜咲いてる。もうね、俺のとこね結構咲いてる。もう今ピークなのかな。いいね、お花見したいね。で、全然関係ないんだけど、この梅酒ね美味しい。なんかね、さらっとしてんの。俺多分さらりとした梅酒あるじゃん。あれよかさらりとしてると思う。飲みやすい。お酒は未成年の方はダメだよ。大人になってからだよ。もう今日は飲みます。今日はもう飲みます、一人でね。もういい加減氷がでかい。で、ちょっと酔っ払う前におすすめなんだけど、このねおつまみめっちゃおすすめ。これめっちゃうまい。瀬戸内レモン味イカ天、300円ぐらいするのかちょっとわかんないんですけど、中はねこんな感じ。イカのスナックだね。イカのスナックでレモン風味なの。これマジでうまい、おすすめ。もう今日飲もう。これは多分8割7割ぐらい入ってるんだけどね。まあたまにはこういう緩い動画もねいいと思います。いや、3月ちょっと忙しかったからさ、あんまりコメントとか返せなくてごめんね。でも一応全部読ませていただいてました。ありがとうございました。いや、優しいよ。優しい人がやっぱ多いと思う、うん、見てくれてる方。お疲れです。うまい。あとやっぱ茎わかめですよ。あとやっぱ結局茎わかめ。質問書いた。質問書いて。はいはい。てか前全然飲めなかったのに本当飲めるようになっちゃったな。だって一杯しか飲めなかったんだよ、一杯しか。前本当にだってあれだもん、結婚式のね食前酒でってなってたのが、今これ5杯 ?6 杯ちょっと分かんないけど。いや、そうだ、聞いて。あれだよ、そう、これはもうさ iPhone5 じゃん。ずっと iPhone5 で、もう5月になれば3年。3年ってすごくない？もう2年10ヶ月使ってんのか。そうだから iPhone SE をね買おうと思ったので、 iPhone SE を買おうと思って近くのソフトバンクショップ電話したら、 iPhone SE 今日機種変できますかって聞いたら、あ、すいません、予約分以外はもう今日ないんです、ちょっとフリーの在庫がなくて。あ、わかりました、ありがとうございます。で、別の店舗また俺電話して、すいません iPhone SE って今日予約してないんですけど、機種変更できますか。あ、すいません、ちょっと予約分しか在庫なくてフリーの在庫がないんです。あ、わかりました。で、もう1店舗またもう他にもね、いろいろ何本電話して、あ、すいません iPhone SE の機種変更できますか。あ、すいません、予約分しか在庫ないんです、フリーの在庫がないんです。フリーって使うのやめて。なんかフリーの在庫ないんですって、なんでみんなそうちょっとなんかフリーってなんかカッコつけて言うの。なそういうあれなのはわかるよ、その店舗ごとのその統一みたいなね。ただでも私素人だから、素人からあの在庫ありますかって聞いた時に、いやフリーの在庫ないですって言われると、なんかそのフリーがちょっと引っかかって、なんかおってなっちゃうから、やめてフリーって。普通の素人のお客さんだから。でその後も普通にヤマデンとかね、いろんな電気屋とかも電話したんだけど、どこもなかった。で電気屋はフリーとは言わなかったよ。普通に予約分しかないですって言ってた。あれフリーっていうの初めて知ったんだけど、予約してないことの人のことフリーって言うね。もうそうだからね、ちょっと落ち込んだ。本当は SE の動画をね、 iPhone SE の動画を撮りたいなと思ったんだけど、撮れなくなっちゃった。そうだから今日は飲んでるんです。もう今日は飲みたくなったので、一人でこんな酔っ払うことないね。大人の方々はどうですか、一人で酔っ払うまで飲む。いろいろありますけどもね、いろいろありますけれども、それも総じて人生でございますから、嫌なこと数えるんじゃなくてね、いいことを数えていきたい、そう思って生きています。今日は
その辺でございます。皆さん質問書いてください。ちょっといつ出せるか分かんないけど出しますのでよろしく。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。またあげるのでまた見てね。明日も頑張ろう。バイバイ。新生活始まる方頑張ってください。そうでない方も頑張ってください。まあ何よりも楽しんでいきましょう。バイバイ。